すげえたまにカマキリいっぱい流れてる時ありますね。俺それは見たことないですね。多分カマキリラッシュあるんですか。ありますあります。どういう状況なんですか。多分ハリガネムシが動き出すのになんか周期があるんですよ。はい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 、はい、で水に落とすじゃないですか。ああ高滝とか川筋、はい、カマキリとかいい。で今日なんか緑色釣れそうみたいな日あります。へえ、見たことないからね。やたらカマキリが流れてる。うん、はは、たまにある。今はそれ何ですか。これですか。これセミです。セミ、あー、シギルだよ。うん、セミだけど、セミだと思わない方がいいですよ、これ。はい、それがセミだと思って使ってもいいけど、うん、魚にもなれるって思っておくと、はい、幅が広がる。はい、ダブルフィッシャーもまあまあ魚ぐらいの。ダブルフィッシャーはダブルフィッシャーじゃない。ダブルフィッシャーはダブルフィッシャー。あんなカチカチ音がしてくるもんそうそうないと思う。なんだよ、うっさみたいな。うっさ、あんまりね、ベイトとリンクしすぎるのも良くないんですよ。はいはい、ある程度理由つけた方がイメージしやすくて釣れるものもあるけど、うん、だって NZ ってなんすか、あれ。あれは俺ヘラか今日キョギルかキョベラだと思ってるんですよ。うん、キョベラっていうか、まあ、が横向いちゃってなんかペッタンペッタン水面でビクビクしてますよみたいなイメージですよ。だってあんまりこうだって思わん方がいいです。はい、視野も狭くなっちゃう。うん、まあ、狭くして迷いのくっつきのも一個ですけど。はい、バズベイト何ってなっちゃうじゃないですか。はい、バズベイトまでわかんない。だってバドなんて、バドのイミテートじゃないですか、としたら。ビール飲みたいのみたいなね。バドはバドですよ。バドバドです。ごちゃごちゃのやつよりインサイドにある単発のやつにいいのがいますね。うん、向こう側で何か、通り過ぎていった。あ、上側の方がでかい。おーちょ、あー後ろの方がでかい。周り投げてます。でかいの来てます。あ、はい、ほら、あ、ダブルヒット。あ、ちっちゃい方が残った。大きい方取れちゃいました。お、でもでもでも、セミちゃん、セミちゃん、
映ってたかな。いや、今投げてね、うん、一瞬抱えちゃった瞬間です。もう一度。ああ、そのまたダブルヒット、ダブルヒット。すげえ。ダブルヒットしましたね。タモがあればバッといきたいから、ね、そう、タモここにあるんです、うん、まあまあ、あれぐらいは。父さん、はい、2つ買ってきてみたんですけど、これですか。山田さんにちょっと、あ、これですね、これです。どっち使ったらいいですか。これ、火花粉ばっかりなんだ。この透明な、魚っぽく使いたいから、はい、こっちばっかり。あ、一応黒いのでいいんじゃないですか。このそう、アブみたいなやつ、うん、こっちですか。あ、そっちじゃなくて、背中黄色い方です。はい、レセルブの早巻きのパターンも楽しいですけどね。それはどんなベイトフィッシュがもうちょっとリンクしてるとか、追いかなっていう時とかはあれしなくてバーッと巻いてきちゃう。はい、早巻き。しかも魚も結構でかいですよ。で、早巻きだから出方も超派手でかっこいい。はい、大魚マンになった気分で、はい、着水地点からのハンドル1回転に魂を込めてください、はい、2回転目はね、あんまり込めないみたいです。了解です。最初の1回転にとにかく魂を込めて、はい、魂を、はい、でっそー。こんないいとこ。グワッて。そうでそうなんだよ。お、出た。いやほ。出ましたね。本当だ、ドボシって出た。ドボシって言いましたね。ちょっとゆっくりめにファイトした方がいいですか。そうだろ、スールだったら後ろにもついてくるし。お、しかも悪くない。いいファイト。セミフィッシュ。あ、スールだったらこれ。大丈夫ですよ。2匹かかってるわけじゃなきゃ、そうバレないですよ。ルアーちっちゃいけど、別にちっちゃい感じなわけじゃないんで、これ。ありがとうございます。松尾さんに教わった。なしよ。やべえ技が出た、松尾さんの。ありがとうございます。なしよ。あそこで、はい、カメラが回ってなかったら、はい、ビールおごりますって言って。おごるって言わないと、こう、いつまでも作ってもらえないっていう。ありがとうございます。C バスの88分の時にやると、はい、秒でみんなおごって、おごるから、ビールおごるからって言って、一杯おごってもらいます。作ってって言われて。いや、すげえ。今日一の。今日一の技でした。魚。いい魚ですね。いやー、ほんと、どうしよう。ちょっと待って。はい。松本さんに教えてもらったやり方で、セミフィッシュ。ねえ。ルアーは小さいけど、本当に、でっかいバスが、で、いいとこにかかる。ルアーも、これはなかなか外れないですよ。あ、簡単に外れたけど。はい。すごい。松尾さん、ありがとうございます。40ぐらい。じゃあこの子は逃がしてあげます。いいえ。
ドブーンでした。本当に松本さんに貸してもらったホワイトウルフの4ポンドにこれね自分で買ってきた、セミルアね、小倉さんありがとうございます。すごい。